私フーカ、金の城の歴史としたプリンセスよ。うっかり闇の魔女にならないように気をつけろよ。大丈夫、フーカちゃんにはすごい力があるもの。やあ、また会えたね、フーカ。かわいそうな子、本当に何も知らないのね。みんなで必ず無事にお家に帰るんだ。劇場アニメ落第魔女フーカと闇の魔女、3月31日公開。